的行動、大手紙ですらわけがわからなくなる。スペインのスポーツジャスは、パリ・サンジェルマン PSG フォワードキリアン・エンバペのレアル・マドリー加入が間近に迫っているとの報道を否定した。マルカは29日付の一面であとは値段を定めるだけとの見出しで、レアル・マドリーがエンバペ獲得寸前であることを報道。いわく、エンバペの母親ファイザラ・マリ女子から PSG が移籍金として2億5000万ユーロ約380億円を求めていることを伝えられ、その額を2億2500、3000万ユーロまで引き下げられれば獲得を実現するとのことだった。だがマルカと同じくスペイン首都に本拠を構え、レアル・マドリーを主要に扱うアスがこの報道に反論。同時によれば、レアル・マドリーは全く状況が変わっていないにもかかわらず、そうした報道があったことに驚いているとのこと。現状ではレアル・マドリー、PSG、エンバペとの間に交渉は全く存在していないという。おう、結局こうだと思ったよ。もうよくわからん証拠、これに関しては公式声明以外信じれんな証。もう来期までムバッペ・マドリー報道は無視で良さそうやな。もうエンバペ報道何も信じてない公式待つのみ。うっさい、早く来てくれ。この件に関してはわからないけど、総合的には明日よりマルカの方が全然信頼できる。アスホールよりマルカの方が信用できる。マルカとか誰が新人のよ。マルカも明日も気にせずロマーノの発言だけ気にしとけばいい。真相はわからないが、エンバペの母親がトータルで自分たちが得る金額が減ることを了承しない限り、今夏の移籍はない。エンバペ本人は今季 PSG でプレイすると言っていて、おそらくサウジは眼中にない。今季レアルに行けば、PSG は移籍金を得るけど、エンバペは契約満了とフリー契約のボーナスが消える。どう考えてもあとはペレス会長次第。ペレスが本気出せば金も出せるし、エムバペも納得すると思う。あとはペレスのプライドが許すかどうか。もう試合出るまで新人は、